はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、全力高校の野手ですね、やっていきたいと思います。まあ、サクスペ3周年記念でね、強化祭りが、開催されてはいるんですけれども、ちょっと全力のね野手をやっていきたいと思います。で、真剣野球ちゃんがね、出ましたので、真剣野球ちゃんを入れて、やっていきます。ちなみに打撃6で来てます。で、まずミート上限アップのエプレミちゃんを入れて、で精神を稼ぐのにヤギウちゃんを入れて、でそこから覚醒した、サイガをお借りしてます。覚醒はフル覚醒の20で PSR の45ですね。なので完全体ではないんですけれども、まあ、十分な強さを発揮するでしょうということになります。あと野手はね、性質上どうしてもね敏捷ポイント、ここをどう賄っていくかというところが課題になりますので、まあ、エプレミちゃんはね打撃走塁になってますので、同じく打撃走塁のヤバイ君、そして打撃走塁のギャネンドラを入れてきてます。でもう一枠はねちょっと悩んだんですけれども、選手兼彼女枠のなんだっけ、久々だな、新島ちゃん新島ちゃんを連れてきてます。まあ、新島ちゃんはね、サイガの骸骨、初級骨をね1ではあるんですけれども手に入れることができるので、まあ、ちょっと入れてきてます。まあ、ちょっと偏りすぎかなっていうところはあるんですけど、まあ、これをね1回やってみて、そこから調整をしていきましょう。精神がちょっと怖いかなという感じはします。まあ、あとね敏捷ポイント、まあ、確かに3人入れてるっちゃ入れてるんですけど、まあ、高速ベースラン鶴瓶にするかは状況次第ですけど、高速ベースランも結構重いし、スイープもね、まあ、不確定ではあるんですけれども結構重いので、まあ、敏捷ポイントもちょっと気を使っていかなければいけなそうというところです。最初どうしようか、なんかみんなばらけてるから、ちょっとじゃあ新島ちゃん上げていきますか。まあ、新島ちゃんのね告白ポイントは星4にならないといけないはずだったので、まあ、上げてはいきたいんですけど、最優先に追っていくかって言われたらやっぱり監督とかを追ってった方がいいと思うので、まあ、上げられるタイミングがねあれば上げてはいきたいんですけど、ここも別にっていう感じなんで、じゃあメンタルやっとくか。クリスマスとかはねもう間に合わなかったとしてもしょうがないはしょうがない、そういう感じでいきましょう。ギャネントラとかね、ギャネントラ結構コツいっぱい持ってたよね。あ、エプレミちゃんが死ぬな、かわいそうだけど死んでくれ。グキとかさ、音がちょっとやばいよね。まあ1週間全治1週間か、やばいくん、イベントがなんかいいよね。あれもう復活してきたか。水沼くんも死ぬな。あーどうしようかな、ここは誰も評価が上がらないから才賀の評価を上げつつ源くんを殺しますか。まあ、才賀やっぱいいよね、特に何にもなしで肩でこれだけ経験点が乗るんで。さらにもう 5% 練習効果アップが上がれば点数もうちょい上乗せされるのかな、よくわかんない。 12% か、まあ、怪我してもいいんでいきますか。ほい、幸いだと初期評価高いんでね、そこもいいですよね。練習会、でラッキーボーイ、ラッキーボーイはね骸骨にもなってるんで、あどうしようかな、ちょっと新島ちゃん少し評価上げてこう。まあ、もちろんクリスマス間に合えば間に合ったでそれでいいんで。幸いいや49は無理、ネオ。でここはいらない、ここでいくか、いったね1回目。まあ、最初はね特に本当に評価が上がってるわけではないんで、まあ、別には別になんですけど、これで10月の1週にそれね監督が来るんで、ここから監督も追いつつ、ギャネントラ評価低い、初評価低いか。ほい、
ダメ元監督ボンディ。あーここギャネンヤギュウちゃん、ヤギュウちゃんも早めに投げときたいねっていうかすげえ経験点入るな。30、40、60くらい入るよ。タックなしで60とかいかれてんな。ちょっとヤギュウちゃんもね早めにちょっとタックを絡ませたいんで、まだか。サイガのコツも欲しいは欲しいけど監督俺たちは男なんだ。これうまく使いたいよね。お、いいねいいね、告白きた。新島ちゃんの告白は回復はしないんだよね。初級コツ、つかめるはつかめたけど、おお、ヤギュウちゃん乗ってはない。なんか回復系のやつあったっけ。回復ダメほどしかないか。そうか、回復系のやつって基本的に下がるんだよね。じゃあちょっとデートしよう。基本回復は入るはず、新島ちゃんは。回復だけか。サイガ、エプレミちゃんもね、そう、エプレミちゃんはね、コツ欲しい。何がいいかっていうとね、走塁コツがあるから。ヤバイくんのね、高速ベースランを取ったときに、なるべく軽減したい。サプリメントかー、したり、いや、回復しよう。安定の体を張ったギャグ、これなんだっけ、放っておく。新島ちゃんとヤバイくんか。あ、監督いるからちょっとこっちにしよう。ギャネンドラの評価も上げつつ、パルス、監督とサイガ。あ、ヤバイくん殺せんのか。ヤギウちゃんってさ評価低かったっけ、初期評価。いや監督だな、タックも組めるし。そう、あと筋力ね、筋力もサイガが筋力ボーナスがあって、ヤバイくんも筋力ボーナスあって、ギャネンも筋力ボーナスついてたよね。でプレミちゃんも筋力ボーナスがついてるんで、まあ大丈夫かなっていう感じです。プレミちゃん、あー、カメヤくんが死ぬね、ヤバイくんも死ぬね。監督はいないか、どうしようかな。回復しつつ殺しとくかって。ヤバイくんヘッスラだ。ギャネンもなんかヘッスラ持ってたよね。ちょっとギャネンドラコツが把握できてないけど、いっぱいあった気がする。コツが来たらちょっと見ましょう。怪我したというのに俺に教えてくれるなんて、なんていいやつだ。で真剣野球ちゃんは金徳がね2回になってます。まあ、その代わりね専用イベントが増えてるんで、結局イベントの回数は変わらないというところかな。サイガ、うん、重ならないな。あ、ヤギュウちゃんがいる。ちょっとここ殺しつつ、殺しつつヤギュウちゃんからコツをもらいますか。練習ばっかだな。でコツあり、サイガ、監督、ヤバイくん、サイガか。ガチでサイガ欲しいな。ちょっとサイガに行こう。よし、広角だ。ほう、ヤギュちゃんだけどワンタックね、やっとくか。まあ、次がクリスマスなんで体力は回復するんで、ちょっと練習に行きましたと。あ、そうそうそう、これね走塁もらえるんだよね。走塁にしよう、走塁5にしたい。で新島ちゃんどんだけ回復したっけ。お、すげえ回復しためちゃ回復したな。でギャネンオンリー、新島ちゃんが死ぬ。監督がいるわけではないんでごめん新島ちゃん、死んでくれ。でこれってそれね、結局たまるよね。2回目、
ぱ年内くらいにはね、2回目っていうか、新島ちゃん、君、怪我してるんじゃないのか。お、大吉、いいね。サイガかー。監督がいるっちゃいるけどな、サイガ。皮ひも掴んではおきたい。捕獲はもう取っちゃおう。一人っていうところかな、どうしようかな。監督にしよう。背に腹。これどっちだ、金徳の方か。そう、ギャネもね、金徳2回で、通常イベント2回なんで。でミート引く。あの背に腹のイベントが起こる可能性があるんで、ミートを上げときましょう。 C まで。サイガ、新島ちゃん、監督、監督がいいところに絡まないな。まあでも1回ね、全力練習がドカーッとくれば巻き返せるんで、ちょっと監督追うか。体力が減るやつだよね。で野球のリズム、1回目か。まあまあまあ、2回目が起こったらちょっとやりてっちゃやりてえな。どうしようかな。ダメ元だと多分練習できるだけの量はいかないから、背に腹使っちゃうか。おい、で最後コツを固めか。まあいいや。でホコリ使って、これでヤバイくんも多分乗ったよね。監督がいるから監督にしよう。乗ってねえし、ヤバイくんまだ。え、これちょっとさ、初期評価低い。みんな初期評価低いね。できれば C にしとこう。よし、エプレミちゃんのね、不確定がどうしてもね、気になるは気になるからね。一流は一流を知る。コンボが使えたけど、まあいいや。あ、これこれこれ、パンチラ、パンチラでいいんだよね。ちょっとあんまり見てないけど、5回、4回目、あお。企業力めちゃくちゃ下がった。こんなやる気下がるんだ。これどうしよっか。守備練にしとこう。さて、監督のところもなんかいまいちだな。ちょっとダメ元一回使っとこう。で次がなんだっけ、バレンタインで回復できるんで、俺たちは男なんだ。タックが重なってくれないとね、どうしても。バレンタインはもうほぼほぼ全開するんで、お二人さんがいるから本当に回復するよね。大丈夫だ、めっちゃ回復したわ。二人か。ヤギュウちゃんが絡んでくれてるから、そうだね、ここはちょっと精神を稼ぐ意味でも全力練習やっておきましょう。お弁当か。ちょっと全力練習のたまり具合があんまりよろしくないな。3回、4月の1週までに3回目を終わらせて、4月の1週で4回目をやっておきたいんだよね。で俺たちは男なんだが2つあるから、てか3つあるから、もうちょっとやっちゃおう。でこれでこう、おい、あ、ダブルタックでもそれなりに。てかヤギーちゃんが絡んでるからね、やっときたかった。2者択一。
で二者択一ってさ、やばいくん。え、二者択一ってさ、新島ちゃん関係あんの？ちょ、やってみよう。二者択一、そごった。まあいいや、新島ちゃんの評価なんてすぐ上がるから。まあこんなもんかな。で、どっちに行くかだよね。こっちに行くか、こっちに行くか。サイガか。あいつは2つあげないといけない。ゲームを使ってあるんだ。ちょっとコツ。パワーヒッターくれ。ヤギウちゃんもパワーヒッター持ってるっちゃ持ってるけど、片目打ちつつ、潰すの忘れた。で、これで金徳が終わりと。で、さっきのパンチラを5回成功させると、骸骨がね、手に入るんだよね。洗礼の一撃の。あ、これ来た。これさ、ミート。どうよ、背に腹。で、ヤギウちゃん。あ、監督。さすがにもう、さすがにもうパワーひくれるっしょ。また背に腹か。56% か。やばいくん、マジで乗ってねえな。ヤギウちゃん、どうしよう。50って結構あれなんだよね、到達しちゃうんだよね。一流は一流を知るに行く前に。まあいいや、まあ、乗ったら乗ったでそれでいいや。で、監督の評価上げつつ、ヤギウちゃんからコツをもらう。アベレージヒッター。で、150には乗った。なるほど。でも今ここでもらってもな、3でしょ。キリいけるか。ちょっと80か。待ってね、4月の1周ゲージ上げたいんだよね。それはそれ、これはこれもな。3段階上げたところでしょうがないしね。いいや、ちょっと飲まれるな、使おう。これで4回目で、ヤバイくんマジか、持ってないか。ちょっと1回やっとこう。3月の3週になってもタッグが組めないってどういうことよ。初期評価低い人たちってやっぱ結構辛いね。3月の4週でしょ。サイが結構コツが来るな。ちょっと監督、通りが引っ込む。これ結構ね、あれが上がるのにね。で、なくなって4月の1周迎えたから、ちょっと一応これだけ見る。ダブルか。まあいいや、ほっとこう。で、遊びます。何個、3個くらい取る。何がいいんだ。ちょっと待って、三振ってそんなに当たった気がするな。ちょっと待ってね、他怪我とかは嫌だな。盗塁もちょっとあれ使いそうだしね。ムードもムラムラしちゃう。あ、でも今調子安定持ってるからな、それは嫌だ。え、どうしよう。棚カッチカチって何なの。棚カッチカチ、え、なんだこれ。ちょ、これにしてみよう。あと1個、エラーって確かそんなだった気がするな。どうしようかな、もう1個借りれば確実にいくんだよね。これ1個30だった気がするんだけど、違ったっけ。3つ、ほらね、90でしょ。これでな、体力は減ってくれればな。よかったんだけど、まあ別に一周だからいいとして、で、ここで背に腹が2つあるから、背に腹を1個使っちゃいますか。これでやる気が下がるんで、体力を回復しつつ全力で、ちょっと待ってね、
赤徳取ったやつをちょっと見てみよう。アベレージヒッター先に掴んでしょ、片目打ち10、15とかもったいなかったな。三振31 OK で、エラーも31 OK。 三振エラー安いねやっぱり。あとなんだ、ハードラック、あーこれ、え、高っハードラックちょっとだけ精神高えな。まあいいや、90ゲットできたんでよしとしましょう。でこれどうしようかな、また監督4月の2週か、大丈夫は大丈夫な気がするんだよな。1回ダブルタックだからこっちやっちゃおう。ちょっとデートが進んでないよね。でここはもう回復するしかないっしょ。全力、おお3人いいね、3人が3回くらい怒ってくれれば。あれ使おう、なんだっけ、俺たちは男なんだ、まだいっぱいあるよね。3タックで使っちゃっていいでしょ、よし。でちょっとミートはじゃあ100人にしちゃいます。でほい、いやーやっぱりヤギオちゃん絡んでくれるとねすげえいいわ。だこれにさらにサイクが絡んでくれてれば最高だったのか。ギャネン1人、監督で回復しよう。もう1回監督5月中に練習しないとちょっと、また俺たちは男なんだ、意識がやばい。これ下、あれ金徳の進み具合大丈夫、よし OK、 C やればねかなりの成功率だとは思う。ヤバイくんオンリーか、だったらちょっと監督やっちゃおう。で5月の2週、197だからまあ大丈夫だな。ほっとこう、ちょっと待ってまたバグり病が出た。それはそれ、これはこれ、どうしようかな。セミハラが一応2つあるのか。逆境技術上げたいは上げたいんだよね。新島ちゃんワンタックだしな。デート進めよう。次に備えるという意味で。まあ、内容はね悪くないからね。新島ちゃんのデートはしっかり回復をしてくれるんで。で2人サイガが入ってるからやっぱすげえな。ここはここはさ、なんか知んないけど他の人たちがやばい。え、3、4、これ3周練習しないとちょっとまずいね。ちょ、それはそれ、これはこれ使っちゃおう。これ180、これどっちがいい？技術を取るか、敏捷を取るか。敏捷でも取るか。てか、敏捷もさ、結構いっぱい。ない、まあいいや、やろうやろうやろう、とにかく。で、うわー、ここも使いたかったな、ここに使えばよかったね。これは全力練習ならないからな。やる気1上げたところで、ギャネンとヤギちゃんがさっき絡んじゃったからね。まあそれはしょうがない、俺たちは男なんだって何個ある。歴史に長残るはだってあれでしょ、やる気が増えるわけじゃないからね。で50上がったところで全力にはならないから、まあちょっと底上げという意味でいきますか。あれ199、あそうだよね、次練習でいき
るもんね。そうそうそう、これで練習して200になるからちょうど。パワーハイヒッターってさ、コツ取ったんだっけ結局。取ってねえし。ちょちょ、サイガくん練習をしよう。ダメ元でも使うか。いや、まあどっちでもいい。これでちょうど監督200でパワーヒッター取って、初戦男は1人で70。もうまた3人来てるか。ヤギウちゃんいるね。ここ絡ませよう。ここであれを使います。なんだっけこれ、歴史が残る、歴史に名が残るか。で50下がるんで逆境ゲージが上がります。で6回目充電完了で、この時のためにカロリーバー2つも、2つっていうか2個食いする。よし、 OK。 ちょっと待ってね、ポイント使いましょう。総力じゃあちょっと上げて、カッターは D、 守備もじゃあ D くらいにしとこう。呼吸も D で、あとはちょっと特能をかっさらっていく。初級ももういいや、掴んじゃおう。守備職員いる？ファーストなんだよね確か。ラッキーボーイ、ヒートアップ。あ、骸骨をねくれる可能性があるといえばあるんだよな。洗礼の一撃でカンストにはなってないよね多分。600700、600筋力か。じゃあスイープはやっぱめちゃくちゃ重かったね。でヤバイくんのコツがあるのか。600700、あれ技術もうちょい使っとく。え、何に使うじゃん。あ、困った時の打球伸び、打球伸びはなんていうの、コツでも取れるんだけど、まあもらっておきましょう。これでよし、ヤバイくんが若干敏捷ポイントをくれる。てかさ、後指ちょっとまずくないかこれ。進行具合がよろしくない気がする。ここはなんか無理してまでもっていう感じだよね。デートを進めておこう。もう一回なんかな、敏捷でダブルタックくらいが来てくれれば嬉しいんだけどな。うーわ、これどうする、鶴瓶にするか。高速ベースラン、こっから敏捷ポイントを狙っていくのは大変だったんでしょう。鶴瓶狙いでいきます。え、そういやさ、新島ちゃんってそもそも骸骨もらってないよね。で、じゃあ連打取ろう。連打を先に押さえておきます。うわ、重い、重いは重いけど連打が重いんだよね。ヤギウちゃんは絶対掴まなきゃいけないコツはないから、意外性チャンスメーカー、インコースか。どうしようかな。やる気1上げんのがちょいちょい残って、あ、これ使おう。初戦男は1人。こっちやな、最後の練習効果が持ってるから。練習会ダブルタックが来てんな、ダブルタックが来てるな。やる気は1上げれば、一応2人ではあるけど全力練習できるんで、あとデートは2回こなさなきゃいけないから、敏捷やっぱり意外にきつい。
ちょっと待って、マジで大丈夫？あと2回こなさなきゃいけないんでしょ？これどっちか落とすな。鶴瓶か雑賀の金徳か。でヒートアップとかも1番やりはもうあれだよね、取る場面ないし、スイープももう骸骨をつかむ機会がないんで取っとくでしょ。やっぱりピンショーだな。佐伯さんがやっぱり乗ってくるとかなり強いと思うんだけど、言霊なんか使うのある？いや別にだな。デートこなしとこう。もうあと2回、2周3周はデートにしちゃいましょう。もうこれすでに金徳一つ落とすっぽいんで、新島ちゃんは確実に押さえておく。雑賀が来たか。ただヤバイくんもあと1回といえば1回だよね。まあワンタックだし、技術筋力がやっぱり余ってんのか、まあ、余ってるという言い方が果たして合ってるのか分かんないけど、怪我しに来たのも取っとく。1球入魂取ろうで、打球伸び取ろう。待って、サヨナラのとこ結構いいな。で守備職人取ろう。で精神はちょっと残しておきたいよ、残しておきたいんだよね。あの火事場のバカ力があるんで、やっぱ打球伸びだな。あー接戦も悪くない。よしちょっとこんなもんで、デートはやっぱ怖いは怖いんで3周で終わらせておく。でインコースの骸骨を取ってないからね、まだ置いときましょう。今置いてある金徳ってなんだ？中内角は、あ、来た来た来た、やばいくん、あぶね。よし、で、鶴瓶。あ、やべくん。あ、連打くれた！やった！そうか、こんなんあったっけ？あ、やったっていうか、連打取っちゃったんだよ。何を言ってんだ。で、ただ、ここで高速ベースランをもし取ってたら、もう無理だったよね。そして、鶴瓶掴んで、内角質だはまだ置いておきましょう。でヒートアップか。ヒートアップはただ敏捷を使わないんで大丈夫。よし、金徳はなんとかなりそうだな。第2球投げました。あっと、いった。ノーアウトランナー一塁。きた、いった。第2球投げました。打った、これは強烈。今日5打点を挙げています。初球から打った、レフト掴みました。全力、それは全力ゲージって今いくつだったっけ。全然気にしてなかったな。でここで10上がるでしょ、増長で。で58で甲子園行くと、やれんとら死ぬな。銃手に入って若いうちはなんちゃらかんちゃら使えば大丈夫だから。セニハラ、あーダメだな、どうしようかな。え、今ってどんくらいいんの。 なんとなくこれ使っとこう。超ラッキーボーイ。あ、そっか、超ラッキーボーイでも精神使うんだ。んー、じゃあギャネンちょっとしんどくれ。で 89% 八木ちゃん、まあ、他に4人いるんで使えるときに使っておきましょうかね。じゃあ増長で7回目。まあ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 、いいでしょう、ぽい。
で次に回復させよう。非外性、意外性なんて持ってたんだ。走塁1だけ取ったな。いやーこれ鶴瓶にして正解だったね。こっからさらに高速ベースなんて無理でしょう。ラッキーブーは取っとこう。内角質だか。いやインコース欲しいよな。そんなに重くないとはいえやっぱり骸骨があれば窮地もね、窮地も93使うんだ精神に。ちょっと精神系がまだあれだね。パワーとかどうしようこれ。100にしとこう。パワー100ってさどうなの。先頭バッターは打ちました。痛烈入ればどうか。さあ4球目、これはいい当たりだ。いったー、ツーアウト満塁。あっと、いったー、投げた、打ちました、抜けた、水を打った全力。やっぱり臨床ポイントだね。ちょっと怖いのは。で火事場、ヤバイ君オンリーか。じゃあここは回復させちゃいますか。うん、60% アップさせてもしょうがないしな。背に腹使おう。でちょっと言霊がやっぱり余り気味になってるね。経験点的にはメンタル悪くねえな。敏捷を稼いでおきたいっていうのはある。ちょっと敏捷に走ります。一応最後にねコツが来ることも、考えておいてこのままいきましょう。連続でホームランを放っている。打ちました、痛烈。左中間入った、全力。あとね野手のいいところはねやっぱり試合経験点が安定して高くもらえるというのがあるんで。最後新島ちゃんか。じゃあやる気プライチするか。ほい、これでちょっと全部見よう。あ、これ悪くなくね。サイガがいるから敏捷ポイントももらえるしね。こっちにしよう、守備連で。その前にちょっとこれ5にするとどうなんだ。164162、あ2上がるんか。待って、まずは金徳を抑えますか。火事場のバカ力ほい。うわ高いと内角質だ。でヒートアップ、そうするとやっぱ精神を使わないやつがいいよね。サイン察知20しか使わない。足 A にしとこう、せっかく左出しだから。意外に50使うからな。そうすると対左、走塁はせっかくだから掴んでおこう。内野安打もな、欲しいは欲しいんだよな。粘り粘り、チャンスメーカーは結構高えな。ハイボール、ローボール、タイエース、いぶしも高えよな。追い打ち、リベンジ、ラッキーセブン、競争心も高えな。精神系だな。一発逆転、よしこれいこう。やっぱ技術はなんとかなるね。無敵くんか。自分が野手で無敵くんと戦うの初めてだな。ツーアウトランナー一塁。
無敵、恐るるに足らず。いや結構たまたまだったけどね。で最後新島ちゃんもねエピローグ経験点くれるんで、それは本当助かる。結構くれるよね。うんうん、悪くない悪くない。あ、そうか。こいつもくれるんだっけ。なんかコツくれる。くれなかった。ローボールヒッター、低級出打だった時はローボールヒッターくれたよね。くんなくなってるんだ。よし、経験点かなり、今回かなり良かったね。むしろ1万2000か。で、あと上げられる分か。さてどうする。走塁、あ、そっか、走塁は丸でいいか。やっぱり技術が余ってはいるんで流し打ち取るでしょ。バントも取っとく。ホーム突入。タイエース高えな。高速チャージ取っとこう。プレッシャーラーも取っとく。帳尻合わせ。ささやきは精神使うな。本塁生還。あー、なんだっけ、俺的にあれを取りたい。内野安打。ちょっと敏捷ポイント使っちゃうけど、じゃあタイエース敏捷ポイント使わないから。いぶしを取るともう精神がなくなるよね。でももう残ってないか。あ、速攻、速攻取ろう。もう技術が余っちゃうのはしょうがないか。チャンスか。打者的にはやっぱチャンス欲しいんだよね。取ろう。で、ある他ホーム死守とか。まあこんなもんか。あとちょいちょいちょいと、では上げていきますか。なんもないわ。もう球速がちょっと上げられる。投手とかアウトロー球威、何の意味があるのって言われたら何の意味もないけど、アウトロー球威。うん、いいねいいね。 SS1 を乗ったか。じゃあちょっとまたお名前、また独身術がないからね。パワチャレに入るかって言われるとちょっと微妙。ミート102102と。ほい、うん、の真ん中くらいか。というわけで、今回はね、ちょっと敏捷ポイントも気にしつつ、走塁練習がね、3人ある感じで、入れてみましたけれども、まあ、うまく、まあ、はまったははまったと思います。かなりうまくはまったと思いますんで、まあ、これくらいのクラスがね、毎回作り出せるかって言われたらちょっとあれですけれども、まあ、全力学園ね、やっぱり相当強いんで、強化祭りにはね、今なってるっちゃなってるんですけど、やっぱどうしてもね、全力の方、やりたいよね。というわけで、まあ、野手の基本は、まあ、まずは打撃で固めると。でそこに、精神要因として、ヤギウちゃん、真剣ヤギウちゃんの方は、今のところ必須ですね。であとは敏捷ポイントをどう稼いでいくかというようなところで編成を、組んでいけば、結構いい選手が、出来上がると思います。そういうわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。